はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。今回は、ああ、どうも派手だね。赤と金なのね。タングス市民 D のにも出るよ。ああ、あの東王朝シリーズね。鋭い目つきのおばさん。不足点でしょ。聞かれたらただじゃ済まされないわよ。え、ただじゃ済まされないの？いくらか払えばいいの？アイちゃん、ミミーちゃんは妖精だから、こっちの世界の常識がちょっとわからないのかもよ。ああ、そうなんですね。いいえ、ちょっとボケただけだよ。なんだ、知ってるのか。しかも今度のモデルは C オーディオも絡んでるんでしょ。パッケージのイラストがいきよね。市民 D ミーツリンコってね。モデル名が C オーディオクロスタングス市民 D エンカウンターエディションだもんね。出会いエディションなんて素敵よね。リンコちゃん羨ましいな。愛の出会いが欲しいな。ちょっとノーリアクションなわけ。まあそんなわけでモデル名紹介がすっかり長くなっちゃったけど始めるよ。はいはい。さすがコラボモデルということでパッケージ内容も気合入ってますね。スクラッチカートは期間限定かな。アクセサリーを入れてる外箱にも印刷が施されてるあたりに気合を感じましたね。あとはパッケージと同じデザインのクロス、これもったいなくて使えませんと言って結局しまっとくんでしょ。そうね、それももったいないから飾っとこうかな。今回ハイファイゴーさんからエンカウンターエディションが送られてくることになって慌てて以前の市民 B をポチったんだけど、まあよく似てるよね。どこが違うんだろうね。色、それは誰が見てもわかるのよ。色といえばこのカラー、ブラッドムーンっていうみたいですね。焼き付け塗装の技術について書いてあったので上に載せておきます。違いについては愛もよくわからなかったんですけど、こんなの見つけちゃいました。メインは振動板素材とチューニングですかね。そうみたいだね。 PET ポリエチレンテレフタラートに対しエンカウンターエディションはナノカーボンの振動板素材を使ってるんだね。それだけで期待大。上の記載の通り音量がアップしていて、ゴールドの市民 D と比べて LKFS のメーターで約 2.4 デシベル上がってたので、ゴールドとエンカウンターエディションを聞き比べるときは音量を合わせた方がベター。重さは片側実測 11.6g とちょっと重めね。厚みは標準的、装着感はバッチリ問題なし。この2箇所のベントホールもしっかり機能してる。音はちょっと漏れてきてるね。ケーブルはどちらのエディションも同じ 5mOFC ケーブルだけど、癖がつきにくい独特な触感でなかなかいいよ。じゃあサウンドチェックはこの 5mOFC ケーブルを使うとして、イヤピはどうしましょうか。バンドルイヤピの2種を測定してみたのがこれ。ベースイヤーティップスって書いてあるオレンジの方が声域が出てるのがよくわからないけど、まあこんな感じで、今回は最近頻繁に使ってる TRN ティップスを使ってみた。軸は短めだけど安くて重宝してる。ではサウンドチェックです。市民 D ゴールドとエンカウンターエディションで聞いてみましょう。あ、ちなみに違いは分かりにくかったんですが、何回か聞いてるとなるほどって思えるようになりました。ではどうぞ、音量上がります。分かりにくいですが、実機の聞き比べの結果などをこの後お話ししていきます。じゃあ早速比較波形ね。ジャックさんお願いします。はい。市民 D クラシックゴールドとの4つの違いは、1、50Hz 以下の低域が少し盛られ、
2、300から 1.5kHz あたりの減衰が少し抑えられ、3、2.5kHz 付近は少し控えめ、4、8kHz 手前のピークから先を出す、といった感じで、これを実機で聞き比べると、明らかな違いは主に小域で、明るい質感で抜けが良くなってる。バランスが自分の好みにドンピシャで、箱出し最初の印象があまりにも良くて、ついついアルバム1枚聴いてしまったよ。ジャックさんは、2から4キロあたりが出ているチューニングが好きなんですよね。そうそう。でも、出過ぎはダメで、ほどほどにだよ。ゴールドの場合はここ、エンカウンターエディションよりちょい盛られてるけど、低域が若干軽め、中域はエンカウンターエディションよりちょい減衰気味。小域もやや控えめなので、2キロ部分が目立って聞こえる印象なんだよね。ゴールドも悪くはないし、チューニングの傾向は、ミッドセントリックって書いてあったよね。小域はイヤピアルケーブルでもう少し伸びてくるだろうけど、エンカウンターエディションのデフォルトのチューニングバランスがすごくいいんで、とりあえずどっちで聞きたい？と聞かれたら、即答でエンカウンターエディションだね。バランスの良さに加え、サウンドステージとか解像感を含め、トータルでいいなぁと思ってるんで、あんまり細かく話す必要がない気がするね。やっぱり比較した場合、より良い印象の方を選ぶってことよね。そうなるね。ゴールドで少し不足している些細な部分の積み重ねが保管されてるのが、エンカウンターエディションかな。デフォルトチューニングの時点で、好みなのはエンカウンターエディションだわ。ここ半年ぐらいのチューニングの傾向、特に低価格から1万円弱ぐらいのモデルのチューニングの傾向は変わってきていて、癖のないチューニングに仕上がっているモデルが増えてるね。だから最近どれを聞いてもそんなに不満に感じることはなくなっているね。3年ぐらい前だと極端なドンチャリとか低域動音みたいなモデル多かったもんね。ファスターとかそれこ流行ってたし、いい音っていう風潮もあったかもね。まあそういうモデルがたくさん発売されたのを経て、だんだんおとなしめでバランス重視のチューニング傾向になってきたわけだ。ちょっと話を戻して、2から4キロあたりは人が感知しやすい帯域だから、そんなに出さなくてもいいとも言えるし、好みの分かれるところでもあると思うけど、ここが薄めだとメロディーラインがちょっと引っ込んで聞こえるんだよね。メロディーラインの主となる帯域はもっと低いんだけど、音には倍音があるから、ここも結局大事になってくる。経験則からバランスだけを見ると、ここはもう少し抑えてもいいかなと思うけど、エンカウンターエディションに関してはこれで全然問題ないな。イヤピトリケーブルやバランス接続で聞いてみたりという変化だけで十分楽しめる感じだわ。じゃあやっぱりおすすめはエンカウンターエディションってことね。そうだね、これはおすすめだね。自分の好みに合っちゃうと客観視しづらくなるけど、6000円台でこの音はやっぱいいなって思う。バイは早速ポチりましたよ。カラーも音も気に入って、価格もリーズナブルなので、逆に買わない理由がなかったんです。そっかそっか、気に入ってもらえてよかったよ。ということで、タングズと C オーディオのコラボモデル、チミン D、エンカウンターエディションに軽い衝撃を受けつつ、おすすめしたいと思います。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録、お願いします。